長崎県大村市。市内に佇むこちらの施設は、開校以来100年の歴史を持つ学校法人光陽学園光陽高等学校です。ここでは元海上自衛官の高山雅美さんが副校長として勤務しています。高山さんの上司であり校長の林田勲さん、今回は林田さんに元自衛官の採用について伺いました。長崎県大村市にあります学校法人光陽学園光陽高等学校の校長林田勲と言います。現在私の直下で仕事をしている元自衛官は2名です。1名が副校長、もう1人は事務長です。私は教員を退職して本校校長に2年前に採用となったものです。小学校中学校の勤務経験がありますが、高等学校私学勤務は初めてで、管理職間で声をかけながら学校運営に当たっています。もともと学校組織は管理職が少ない、本校も同様6名、元自衛官の2名の存在は心強いと感じています。高山副校長は今年度4月から採用となり、初めての学校勤務でありますが、自衛官時代も教育関係業務の経験もあり、充実した日々を送っているものと思います。まさしく校長の補佐役として多岐にわたる業務において学校で尽力してくれています。非常に頼もしく感じています。光陽学園光陽高等学校に管理職2名、また学園本部の守衛等を含めた部門に2名、リハビリテーション学院に1名の計5名となります。学校私学という組織から見ると縁遠い存在かとも思えますが、副校長事務長も教員免許を持った自衛官であったことからも興味関心があったものと想像します。免許があるなしに関わらず、採用可能なポストでありますが、再就職を希望する方の意欲が最も大切だと思います。また学校にはないような組織を経験した自衛官の存在は学校に組織改革や意識改革をもたらすチャンスとなることは間違いないと感じています。上司に従い組織として動かすことが身につき、指示を的確に判断し遂行する能力など教員には不足しがちな側面を自らの経験として教え導く力を身につけた元自衛官はどの企業でも活躍してもらえると感じております。